とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、コメントをいただきました。ありがとうございます。今の状態でキャラクターにランキングをつけるとしたらどんなランキングになりますかということだね。まあ、アップデートもすべて終わって、全部のボスを倒したりなんかして、今、ランキングをつけるとしたら、こんな感じになります。今日は、1位から10位、全員をランキングしてます。10位から発表していきますね。では、行きましょう!はい、ではね、第10位から1位まで、さらっと、行ってみましょう。第10位、ふぶきさん。ふぶきさん10位だと思ってるの俺だけ?みんなどう思う?うん、どうだろうね。まあ、俺の中ではダントツで10位なんだけども、まあ、出た当初から、ふぶきさんはすごく微妙な空気が流れてたよね。必殺技が弱すぎる。まあ、必殺技以外の技が弱すぎるっていうのが問題なんだけどね。必殺技以外ほぼ入れる技ってなくない?ないよね。いや、そう思うでしょ?俺も絶対そうだと思うんだけども、まあ、最初から最後まで必殺技がアップデートされず、で、アニメで人魚レディになったけども、ゲームでは変身できなかったっていう、なんとも残念な吹雪さんだね。第10位です。続いて第9位、コマくんです。コマくんはね、やっぱり、陣平のね、大親友っていう位置にあるから、そこそこ強くなる。まあまあ、コマさんのキャラクターだからね、そこそこ強くなっても、全然おかしくないキャラだと思うんだけども、まあ、回復がいらないゲームだこと、これ。本当に。ねえ、回復って使う?使わないよね。食べ物食べて終わりだよね。必殺技で回復をすることがほぼほぼない。むしろ、夢見る少年とかでポーズ取った方が回復するっていうこの不思議さ。ということで、この回復を持ってるコマさんは微妙だったね。まあ、リトルコマンダーエース来るだろうと思ったけど、まあ来なかった。残念です。第9位はコマくんです。では続いて第8位、風花先輩です。まあ、ダウンロードコンテンツ、最後の最後で仲間になって、まあ、最後だから、強いんだろうなーって、ちょっとね、期待はしてた。ちょっと期待はしてたんだけども、実際使ってみて、微妙。微妙なのよ。強いって思う人いる?いないよね。いないよね。だって、防御力アップとかしてもらっても、死ぬときは死ぬんだから。まあそんな防御力上げたりとか回復するぐらいならば、もう攻撃でゴリゴリ行こうよっていうゲームなんで、まああまり日の目を見なかった、キャラクターではないでしょうか。まあアニメの方でもね、最後の最後の方になるとほぼ変身しなかったしね。まあこの美少女キャラっていうのがあまり使えないっていう、なかなかないと思うけどね、ゲームとしては。なかなかないかもしんないけども、まあ、この感じです。空花先輩第8位です。第7位、7位はメラです。最初の頃はね、もう脳筋って言って、結構使ってたんだけども、ダウンロードコンテンツの、第1弾ぐらいかな。1弾ぐらいから、ちょっと、って思い出した。これはって。これは違うくないかと思い出した。パワーがあるにもかかわらず、ダメージが増えないのよ。ノズチカの方がパワー断然ないんだけども、必殺技の威力が高い分、ダメージを出せるっていうちょっと謎のことが起きてしまって、メラはね、もう途中から全然使わなくなった。まあ、使い勝手はいいと思うよ。必殺技はいろいろとね、当てやすいやつがあるんで、悪くはないんだけども、この攻撃力でこのダメージかよっていう、ちょっと残念な感じです。まあ、獅子王にね、必殺、変身ができるようになれば、また変わったと思うけども、まあ、
古典妖怪と合体するのは誰もできなかったからね、ゲーム内では。まあこんな感じじゃないっすか。メラ第7位です。次は第6位。第6位はキュービ先輩です。キュービ先輩、最初からねちょっと微妙かなと思ったのよ。ステータスはまあどこを見ても低めだし、必殺技のね紫の舞なんて回り出したらもう隙だらけで、攻撃されまくりだったからね、ちょっと微妙かなと思ってたけども、まあ若干ね、最後の方になってこう評価が上がってきたっていう感じかな。でもまあ上がったとしても第6位だよ、第6位。まあ最初のイメージとして紫の舞が全然使えないなと思ってたけども、まあ当たりどころに当たれば結構ダメージ与えれるので、まあそこは良かったかな。紫の舞が最後の最後に使いどころがあるようになったので、まあ6位まで持ち直したっていうところです。あれがなかったら多分8位ぐらいじゃなかったかな。はい、まあまあそんなに使う人はいないかもしんないけども、キュービ先輩第6位です。続いて第5位、マタロウです。マタロウはまあ最初使えなかったよね。変身もできないし、変身したとしてもまあステータスが 1.2 倍にしかならないっていう、もう本当にアニメを忠実に再現したキャラクターだったもんね。ダウンロードコンテンツ第1弾までは使えなかったね。でようやくティーダスが来てちょっとマシになった。ティーダスラストティーラインが来てからちょっとマシになったんだけども、期待してたほどの強さはない。チャージ攻撃で防御力をねアップさせることはできるけども、まあアップしたところで後々の敵の攻撃力が高すぎてワンパンされるときはされるのよ。なのでちょっとイマイチなんだな。で必殺技よ、必殺技、もう何にしてもディレイが長い、再使用時間が長いからアタッカーとしてもね微妙。長いならいいけど、長くてね必殺技の威力があればいいのよ。でも長いし必殺技の威力もそこまでないっていう、いまいちだったね。マタロウ第5位です。そして第4位いきましょう。4位は千秋先輩。まあ千秋先輩はね使ってる人もちょくちょく見るんだけども、まあいいよね。 HP は若干低め、 HP とディフェンス防御力まあ若干低めなんだけども、攻撃がねいい、攻撃がすごく使いやすい。特にフィニッシュスティング、あれはまあディレイは長いのよ、再使用時間はものすげえ長いんだけども、敵のねバフを消せるっていう、まあすごくいい能力がついてるし、遠くからでも全ヒットさせることができるのでダメージも与えることができる。いいよね千秋先輩。見た目も好きっていうのもあって俺は第4位に入れております、千秋先輩。それでは第3位、ラントくん。ラントくんだね、結構使ってる人多いよね。まあ見た目がいいしいいんじゃない。で変身も3つ選べるっていうのがいいよね。まあ一番最初のディープシャドウ、あれはねちょっと微妙だったかな。攻撃範囲は広いし、まあ防御ダウンさせる必殺技があったっていうのもあったけど、攻撃力がなかったのよ。攻撃力が全然なくって使えなかったんだよな。でそれが、新しい変身なんかが来てから、まあ最後の最後そこそこいい感じになった。でもあのねクイーンズブリザードとかだあれなんだよな、ディレイが長い、あれ一番長いでしょ。クイーンズブリザードは使って再使用時間まで30秒必要になるので、ちょっときつかった。あの再使用時間がそうね20秒とかだったらもっと良かったんだけどね。クイーンズブリザード強いんだけどもちょっと残念。使い勝手がいまいち良くなかったってことで、
まあ3位ですね。ラント君3位。次第2位はノズチカ。ノズチカいいね。いいよ。HP 高いしディフェンスピカイチだからまあ死ににくい。まあこいつぐらいじゃない？即死攻撃食らっても残りやすいっていうの。他は結構バッタバッタいくもんね。即死攻撃食らったら。ノズチカは意外と残る。うん。俺まだね、レベル700ぐらいなんだけども、これですら、800ちょっとの陣兵よりも生き残るもんね。なので、いいです。で、その生命力と防御力が高いにもかかわらず、必殺技が強い。王者のブローが、まあ、とにかく強くって、まあ、あれだけでいい感じだよね。で、さらに、俺は、そうだね、王者のブローのいいスキルのやつを持ってるのよ。うん、気候スキルのやつを持ってるんで、HP 吸収してほぼ死なないっていうノズチカなんで、2位なのかな。みんなどうだろう？ノズチカは上の方に入れてるかな？どうでしょうか。第2位、俺はノズチカだと思います。はい。では、第1位。第1位は間違いない。ジンペイ。間違いない。これはもう100人中100人ジンペイと思う。いや、言い過ぎか。100人中99人ぐらいだ。ジンペイっていうのは。はい。まあ、とにかく、変身いっぱいあるんで、どれを選んでも、楽しめるっていうのだね。ああ、でもただね、一つ、残念で言いたいところが、漆黒丸が、ちょっと弱かったところ。あれはね、残念だな。もうちょっと強くしてもらってもよかったんじゃないかな。と、あと、あれだね、アニメに出てきたアーマードとかブラックキャット、あれにも変身できれば、なおよかった。最後のアップデートがね、なりきりキャラプレイぐらいだったんで、やっぱ後頭部編のね、必殺技、出してくれればよかったと俺は思うんだけども、もうね、アップデートはないと思うので、まあこんな感じですね。第1位はジンペイです。はい。ということで今日はね、アップデートすべて終わった上でランキングをつけるとしたらこんな感じですねっていうのをやってみました。まあ人それぞれあると思うんだけども、どうでしょうか。俺はこんな感じです。はい。ではね、また出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやっ。